懐かしいですね。久々に来ました。ここは山口県の美祢市、美祢駅です。今回は美祢の観光、山口県の名所といえば山口観光とかネットでググってみてください。まあ大体出てくるのはね、錦帯橋か、あとはなんだあれかな、まあ萩とか出てくるのかな。まあ大体錦帯橋か秋吉堂ですよ。錦帯橋っていうのは岩国にあるこんなこうソロバンの玉の形をした橋ね。あれもなかなか好きですけど、こっちはですね、あの洞窟ね、鍾乳洞、ここはすごいですよ、本当にすごい。そしてもう一つの名所、秋吉台ですが、秋吉台もまた、素晴らしい名所ですが、秋吉台とそれから秋吉堂は両方ともセットです。本当に素晴らしく、山口県の誇るべき日本の宝だと思いますので、どっちが山口県の宝なのか日本の宝なのか分かりませんけどね、どっちも兼ねていると思います。これのアクセスなどについて私から紹介します。よろしくお願いします。なるべく多く見て回りたいんでね、私も頑張って早く起きてここまで来たわけですけど、この峰の名所はまず基本的には2つ、ここにあります秋吉堂と、それからその上にある秋吉台、この秋吉台というのは、まあ、なんていうかな、まあ、広い原っぱみたいな、まあまあ、こういう場所です。後で説明します。秋吉堂はこれすごいですね、こういう巨大な鍾乳洞。他にももともとこの峰はですね、炭鉱がありまして、ここに大峰炭鉱というのがありました、まあ、この炭鉱の跡を見物したりですとか、銅山も確かあったはず。これね、長登り銅山、まあ、これはすごいこう見た目がどうこうっていうんではないけれど、まあ、しかし鉱物がたくさん取れます。そして、現在もなお生産活動を続けているものとして、あちらに立派な煙突が見えていますが、宇部鉱山の煙突、あれはですね、石灰石、セメントの採掘をしているそうです。このようになかなか産業で栄える立派な町です。そして観光の産業もにぎわいます。そうそう、それから峰の名物にはもう一つ化石もありますね。大きなアンモナイトが取れる、まあ、昔ここに住んでいたそうです。でそういったところへのアクセスには基本的にですね、まあ、残念ながら、時間とお金がかかります。この峰駅から秋吉堂がすぐ目の前にあるんで、そんな都合のいい方はなかなかありませんで、そこまでバスで行かなければいけない。こういうところのバスは基本長い距離ですからね、お金がかかるんですが、幸いなことになんと峰ではこれ全部じゃないんですけれど、会社によっては200円なんていうね、安いバスが運行されています。この地元のバス会社傍聴交通っていうのもありまして、それで行くと確かね、秋吉台まで800円ぐらいするんですが、これ多分峰市のバスだと思うんですけれど、それで行くと200円、まあ、つまり税金の助成が強くかかっているからそんな値段になるわけですけれど、これかなり便利であり、また節約するにはいい手段だと思いますので、ぜひ覚えておいておかれるとよろしいです。同じような時間でもね、20分違うだけで200円のバスと800円のバスになったりとかしますので、私も最初に来た時はね、そのことを知らなくて、高い方のバスに乗ってましたが、まあ、今は安い方しか乗っていません。バスの反対側の景色ですからね、そんなによくは見えませんけど、こんな風に沿道には巨大な工場が広がります。また白い岩があちこちで目立ちます。で、多分なんですが、この上を通っているこの道は宇部鉱山専用道路といいまして、日本一長い市道です。でこのまま山口県の日本海側宇部まで行ってしまう道で、宇部鉱山の自動車が専用になっています。でこの辺りで取れたものを効率的に日本海側へ、瀬戸内側へ輸送するための巨大な施設で、知る人ぞ知る有名なものです。はい、着きました。懐かしいですね。朝駅から30分、30分乗って200円で済ませてくれるバスなんてね、そうそうありませんよ。この秋吉堂はさっきも言ったように山口県でもう最も主要な観光地の一つですから、各方面へのバスが出ています。私は今回峰駅から来ましたが、実は峰線というのは利用者がそんなに多い路線ではなくてですね、利用してくれた人に沿線のこの秋吉堂とかもそうなんですけどね、割引しますよとかそういうことをやっているぐらいに、まあ、残念ながらあまりこの秋吉堂へのアクセスとして の, メインルートとは言えず、まあ、こういうやつがもらえてですね、秋吉堂の入湯料とか安くしてくれるんですけど、まあ、メインは山陽新幹線ののぞみ号も何本か止まるような新山口駅からのバスが、ここから新山口へ行くバスだけでも、まあ、大体朝は1時間に1本で、昼間は2時間に1本程度ぐらい出ているみたいですね。これ便利ですよ。私も後で新山口行きのバスに乗っていきます。でそれから他にもですね、山口駅行きのバスもあるし、もっと他の方面もあるみたいだな。あとは萩行きもあるみたいですね。まあ、ちょっとあんまりね、バスの案内ばっかりしててもしょうがありませんので、鍾乳洞を見に行きましょうね。何やらこう清水が湧いておりまして、中にはね、綺麗な魚、川魚、美味しそうなのもいるんですが、まあ、これは関係ないですけど、この手前にこういうものが立っています。ここにですね、皇太子殿下御下社の席と書いてあります。これわざわざ席にしてるわけですけどね、大正15年5月30日行慶、
摂政、後の、昭和天皇が、ここを訪れた時に記念に建てられたものです。いちいち車を降りたことまで、ね、石碑にするのかと思うんですが、まあ、それは大して重要なことじゃないですけれど、昭和天皇もこれをご覧になったんですね。でその時に、20分でこの見学を終わらせる予定だったらしいんですけれども、予定を40分オーバーして、そんだけずっと見てたと。それもすごいですよね。てか、まあ、よく考えればね、この今から行くと分かりますけど、秋吉堂を20分で見るなんてめちゃくちゃな計画だと思います。もうちょっと長く見ててあげなきゃ、それは天皇陛下に失礼と思うんですね。でそれからあとはあの秋吉堂という名前もこの時にこのことがきっかけになって作られ、命名の主は昭和天皇だと言われています。外でうんちくばっかり垂れててね、一向に話が進んでおりませんので、もう秋吉堂の入り口のところまで来ました。こんな風に商店街ずらっとお土産物屋が連なっています。さてこれですね、秋吉堂と書いてありますが、ここはもともと秋吉村、秋吉町、そういった名前の自治体でした。でその吉というのはこれではなくて、おみくじの吉という字を書き、それで秋吉でした。これは芳しいという字で、書き方が全く違います。これは昭和天皇がつけたらしいんですけれども、あのここにあるその洞窟の名前がもともとなかったそうで、じゃあそれはなんか名前ないならつけるのいいんじゃないかなと、そういうノリになってですね、お食事の折になんかいろいろこう考えて、それが山口県知事に最終的に伝えられたそうですが、秋吉堂と電報できて、秋吉堂っていうのはつまりあの秋吉町 の名前の秋吉でいいんですかねと聞いたら、いや芳しいという字を書きますよと、そういうふうに追加で連絡が来たんだそうです。秋吉堂から流れ出ている川です。これがこのまま洞窟の中に遡っていくことになります。理屈で説明するよりもただすごいすごいと訴えた方がよく通じる場合もあります。これを見てください、入り口ですけどね、この時点でかなりすごいでしょう。うわすごいな、初めて見たっけ、うわすごいと思いましたけど、今も2度目なんですかね、今回がやっぱりすごいと思いますね。ここの入道料は1200円です。大人1200円、まあ、ちょっとね、値段だけ聞いたら高いように感じますけど、全然高くありませんよ。あの価値ある1200円、絶対ね、これあの払って見た方がいいですよ。まあここまで来て見ないっていう人はいないと思いますけどね。ちなみにあの峰線の利用者の証明書っていうのはさっき皆さん見てたと思いますけど、峰線で来る人はね、なんとこれが、1200円が900円の値引き、結構な値引き率ですよね。すごいね、これこうずっと逆向き、人もほとんどいません、まあ、いなくはないんですけど、どんどん楽しみになって、ね、自然に足も速くなります。今回の旅に際してね、あのこれが必要だなと思って新宿で来るときにね買ってきたんですよ。あの前に来た時はちょっと暗すぎて、ここの美しさを私の拙いカメラではね全てあの映しきれなかったので、より性能の高いものをと準備してあります。見ていただいて分かるかもしれませんが、壁の色はおおむね白です。これはこの秋吉堂の成り立ちととても深く関係しています。非常に高い天井、下にゴーゴーと流れる水、今マイクをこちらに向けますね。水の音もお聞きいただけましたかね。龍角地と呼ばれるもので、まあ、これを多分龍に見立ててそう言っているんだと思いますが、秋吉堂の中には34ものこのような見どころがあるそうです。奥の、まあ、これが入り口ですよね、見てわかると思いますが、天井の高さわかります、これ相当高いんですよ。20メートルぐらいあるんじゃないですかね。なぜこんな高い天井になるのか、この洞窟はどうやってできたのかということをまず最初にお伝えします。あ、でももうちょっと綺麗な映像を見てもらってからにしましょう。そして最後にこの秋吉堂に入って一番最初の入り口のすぐ脇に探検コースで300円払って別料金で行くコースがありまして、ちょっとそれも巡ってみようと思ったんですね。でそれもまた最後に皆さんに参考までにご紹介します。これまたね、今まで見たことがないような上からのこうビャーっとしたね、この俯瞰を見ることができて、ね、とても素晴らしいんですよ。入れちゃおう、1000円、よし、入れちゃいました。3人タダで連れてくることもできますけどね、懐中電灯を持ってこれを登るんだ。ちょっとこれうっかりカメラ片手で持ちながら行くと危険なんで、一回これはあの撮影しないで登りますね。中はこのように丁寧にライトアップされていますので、それぞれの景色を割と分かりやすく見ることができます。これですよね、超立派、すごいですよこれ。私も鍾乳洞っていろいろ来ましたけど、ここが一番すごいと思います。まあ鍾乳洞それぞれねいいところがありますんで、あの総合的な評価はここが高いです。そしてこれです、テーブル、うわ綺麗だな、何度見てもいいと思いますけどね、視聴者の皆さんもこれ見たらいいと思うでしょう。実際こんな感じですからね、このテーブルの形をしてる、ここを見るとね秋吉堂だなと思います。まあ秋吉堂の1000倍特許ではないと思いますけど、まあ、こういうのがね、あの これよく秋吉堂の写真に出てくる、上からこう、わかりますか、あの棚田みたいな感じになってですね、
よいしょ、もう上げてみてますけど、わかりますか？眺めのよろしいこの場所で秋吉堂に成り立ちについてご説明しますが、もともと秋吉堂はかなり南の方にあった、まあ、南の珊瑚礁だったそうです。だからもともとはこれ珊瑚だったんですね。珊瑚は死んだ後骨を残しますが、その骨が固まったのが石灰岩です。まあ、石灰っていうのはアルカリ性の性質を持つことで知られていますが、まあ、一方で皆さんがお気になるような酸性雨という、まあ、雨には二酸化炭素など元来近頃 あの大気汚染とか関係なく、もともと酸性の物質が含まれています。その酸性の雨がこの地下に染み込んできてですね、そして地下にその酸性の成分でじわりじわりと穴を開け空洞を作ったそうです。通常岩というのは一応溶けるんですが、まあ、特にアルカリ性のこの岩であれば雨水の影響を受けやすいということで、染み込んできた酸性の雨が何万年もかけて大きな空洞を作りました。それでも通常の岩が溶けるよりもかなり速いスピードです。これをまあつまり一般的に浸食というわけです。その水はまあ現在でもこの鍾乳洞の中に流れ続け、そして石灰岩を溶かし、溶けた石灰岩はまるで液体のように、まあ、氷のようにといいますかね、氷が一回溶けてもう一度固まり直すがごとく独特の形を作っていきます。このテーブルもまたその中の一つ、これは百枚皿と呼ばれています。天井に目を向けるとあのようにこう独特の波打ったような形をしていますが、あれもおそらくはその浸食の影響だと思われます。一旦雨水が溶かし、それがもう一度固まって、それが繰り返されてこの鍾乳洞の独特の地形が形成されます。もう見てくださいね、この写真とかめちゃくちゃ綺麗じゃないですか。これ私が写真撮るのうまいわけじゃないですからね、こんなんね誰でも撮れるんです。ただ撮られる方の秋吉堂が綺麗すぎるというだけですからね。さてあれに見えるは富士山のような大きな山、これもまた石灰岩の浸食の作用によってできた独特の地形です。まあそんなのばっかりです。まあ、特にあれなどね、天井から見えている何気ないつららのような形をした岩ですが、あれもまさにつららと同じような仕組みでできておりまして、上から溶かした雨水が石灰岩を溶かして、それでもう一度固まり、それが非常にもう何万年に1センチとかそういう割合でずっと長い間続き、そして今あのような形になっています。もちろん現在でもこの鍾乳洞の中にはポタポタポタと天井から水が落ちてくるわけですが、それもまた現在この鍾乳洞を溶かしている最中で、何万年かすればこの鍾乳洞の形も変わるはずです。この構造は上から出来上がったみたいですね。上から落ちてきた石灰成分が下の方に積もり、だんだんと上に積み上がっていって、そして最後には上と連結したそうです。非常に巨大な構造です。ちょっと見えづらいかもしれませんが、この部分ね、スポットライトの、まあ、この上側の岩とこの下側の岩が両方とも上と下から伸びていて、お互いに向かい合った剣のような形をしているのがお分かりいただけるでしょうか。これは 上側のものがですね、上からポタポタポタと雫が落ちてきて、で上からつららのように降りてきている、まあ、この部分ね、こっちは多分分かると思うんですけど、下の部分は逆にそのつららから垂れてきたその水滴、石灰成分を多く含んだ水滴、それがまたこの下の方にも積み上がってですね、そして下からもつららが成長するということになっています。これは氷のつららとは違う仕組みですけどね、いつか何万年だか何千年だかすれば、上下のそれぞれのつららがですね、これが一本の柱として連結するはずです。その連結をする頃には私は死んでいます。非常に広い天井です。あ、今向こうからたくさんのつららがギザギザと降りてきているのも見えます。奥のあたりで懐中電灯がちらちら動いているのが見えますが、あれは秋吉台科学博物館の方たちが今何か地質調査をされているようです。まあ、何をされているのか私には分かりませんけどね、結構ここは科学的にも大変調査の価値のある場所だと思います。まあ、科学的というよりは地質学なのかな。前にもね、ここへ来た時に同じようなコメントをした気がするんですけど、学校の勉強っていうのはちゃんとやっといた方がいいですよ。面白いからね。こういうところに来た時に解説されていることを何言ってるのかとかよくわかります。そしてあの時自分が勉強しておいてよかったなと思うし、それから、まあ、やっぱりこういう楽しみはね、実際に自分が勉強してその喜びを味わわないとわからないんですよね。だからまあ別に全員に押し付けるつもりはありませんが、まあ、とりあえず勉強しろと言われたことを勉強してみる、そしてそれが将来何かの役に立つかもしれないと、まあ、時には盲目的に従ってみるということも必要なのかなとも思いましたね。出た出た、これですよ。これね、大黒柱と書いてありますけど、上と下からこのようにつながっているものがあります。これはもう分かりますよね。さっき私が皆さんにご説明しましたが、上から降りてきたつららと下から登ってきたつららが最終的に一つに連結をして、まるで通常起こり得ないような謎の地形がここに生まれたということです。よく見てみれば
この大黒柱はこれだけではなく向こうの辺りにもいくつか形成されています。まあ、ちょっと暗いですからね、分かりづらいですけど、割と鍾乳洞の中では普通の構造物です。暗くて映っていないからよく見えないかもしれませんが、これは空滝と書いてあります。まあ、空っぽの滝、水が流れていない滝、まあ、そういうことですけれど、おそらくこれができるその理屈はそもそもは自然の滝と同じはずです。北海道の名所層雲峡、氷瀑、そういうの有名ですけどね、袋田の滝でもいいでしょう。そういう凍った滝が流れてくるのと同じように、まるで鍾乳石の凍るがごとく、このようにして水の流れる跡が凍って固まったわけです。ただこれはあまりにも素晴らしい景色ですからね、ずっといるとね、素晴らしい景色に見慣れてしまうんですね。これ逆に良くないことかもしれないなと、前に来た時もそんなことを思いました。ちょっと見てすごい強烈な印象を受けて帰るのと、長くいると間延びしてきますからね、まあ、そういう時に知識が楽しみの助けをしてくれると思います。この構造物はこのような成り立ち、ふんふん、なるほど、この、知識があるとね、観光を倍も3倍も楽しめると思いますよ。そういう私もそんな別にすごい何でも知ってるわけじゃないですけど、中学校の知識ぐらいしか知らないんですけど、最長往復切符の旅1回目、その時にラストシーンで秋吉堂を映す時には、どこを名所のその中の一つに選ぶか、やっぱね、あんまりこういろんな名所を最後ずらーっとねこう並べて最後皆さんにエンディングでご紹介したんですが、秋吉堂は多すぎますんでどれにするかなと迷ったんですが、その中で私が選んだのはこれでした。黄金柱というのかな、黄金柱でしたけど、秋吉堂第一の美観である黄金柱は高さ15メートル、幅4メートルの巨大な、石灰花柱ですと書いてあるのかな。これはつまりもう何万年もかけてですね、もう理屈は説明しなくても分かると思うんですが、石灰岩が作り出した巨大な止まった滝、これは本当にすごい。今ね、この映像を見てても、まあ、映像も綺麗に撮れてはいるんですけど、ね、でもね、これ映像じゃダメだな、これはね、こういう、こうなんていうの、鍾乳洞の、あちこちからこう響いてくる水の流れとね、独特の、まあ、ちょっとひんやりした感じと、まあ、秋吉堂って割とそこまで寒かったりとか寒くなったりとかしないんですけど、そして水のこうわーっとこう飛び散るような感じはね、私の撮影技術が悪いっていうのもあるかもしれませんが、これはどう見ても滝ですからね、ただ水ではなくて石灰岩でできてるって、これ不思議なもんですけど、実際に来て見た方がいいと思います。これは本当にすごいから、水がそこに飛び散ってますからね。これでうまくお伝えできてるといいんですけどね、でも難しいな、この辺ね、こうピチャ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 、うわーっとこう来てますよね。秋吉堂から分かれて大小さまざまな小さな洞窟もあります。これは黒谷市道と呼ばれるところ、まあ、鉄道の本線に対して支線のようなものだと思えばいいでしょう。黒谷市道の方も市道と書いてあるからと侮る流れというわけで、これはこれでここに川が流れていませんから、独特の静かさと、それからまたちょっと違う、こう狭いながらにトゲトゲしい、まあ、分かりますか、もうかなりのつららの数ですが、これは本堂よりもかなり多いものですけれど、そういったものを楽しむことができますので、ぜひここまで来てね、まあ、どうせ同じようなもんだろうなんて思わずに足を踏み出ることを強くお勧めします。前に来た時もこれを見てずっと不思議に思ったもんですけど、草が生えています。まあ、明かりがあるからその周りに草が生えるわけですが、もしかしこれどうやってこの中までこうやってくるのかと、どこかこの辺り近くからですね、もう出口があるそうでして、それを伝って飛んできた種でしょうね。これいつもね、いつもというか前に来た時も思ったんですけど、いいのかなと思うんですよね、マリア観音ってマリアなのか観音なのかどっちかにしろよと思うんですけど、これはこれがまさに日本文化を、ね、ここに表していて、外国人には理解しがたいというか、これこそがクールジャパンなんだというのを見せつけるいいスポットかもしれないですね。他にもここ秋吉には大正堂とかね、あともう一個読み方が分からないですけど、影清堂とか京成堂とか読むのかな、こういう他の洞窟もあって、私も今回行ってないし、まだ行ったこともないんですが、いつか行きたいと思ってますので、多分行けばそこはそこなりの見どころがあるはずです。ちなみに峰線を利用してきた人はそこも割引を受けられます。よく考えたらね、峰線の朝から峰までの運賃が320円で、峰線を利用者には300円の特典があるとほとんどタダなんですね。
あの編集さん、このシーンはもうカットしないでこのままでいいんで、ちょっと申し訳ないですけど、あの視聴者の皆さんにね、このままお伝えさせてください。あの、ロールクスという機能があのカメラについてまして、暗いところを撮れるのがあったんですが、私はその機能あるの忘れててね、ちょっと暗い映像になってしまったんですね。こっちの方がすごいじゃないですか。その凄さも十分お伝えできています。これチリメン岩って、これキラ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 、これチリメン岩ね、こういうものがこう数多くずらっと並んでいる様子は、まあ、やっぱり、このカメラの性能をこうパッと切り替えてからの方がいいなということも、もう一度学び直しました。まあ、ともかく洞窟を出る前に皆さんにご覧に入れることができてよかったです。申し訳ありませんが、この他の映像はもうちょっと暗いんですけれど、あと編集さんが頑張ってくれたら、多少はですね、映像をあの明るくする加工技術とかがありますので、何か変わっているかもしれません。まあ、あんまり苦労はしなくていいですよ。でも道内富士もね、こう明るくご覧に入れた方がいいでしょうか。すごい立派ですよ。いや、画面から綺麗すぎて画面から目を離したくないけど、あの目を離さないと足元がね、あのおぼつかないんで転んだら大変です。滑りますから本当に。入ってすぐですけど、この冒険コースってのがありました。秋吉堂冒険コース入り口、体験料300円は、きっとご満足いただけると思いますと書いてあります。私1000円しか持ってないんですよね。もうどうしようかな。これ行った方がいいですよね。私前来た時なんかお金もったいなくて多分行かなかったんですよね。すごいもったいないけど入れちゃおう。1000円、よし入れちゃいました。3人タダで連れてくることもできますけどね。懐中電灯を持ってこれを登るんだ。ちょっとこれうっかりカメラ片手で持ちながら行くと危険なんで、一回これはあの撮影しないで登りますね。なんかちょっとすごいことになってんな、これなかなか思ったより危険なような気がしますけどね。まあそれ全然いいです。冒険コースですから。いきなりちょっとね、普通と違うようなところに来てしまいましたけど、これもまだあの探検がね、まだまだ全部奥までは済んでいないので、秋吉堂の長さが、全長がどれぐらいあるかはよく分かっていないそうです。まあね、あのビデオカメラではうまく映せないですけど、肉眼で見るとこんな感じですかね。こっから見た景色、すごい高い天井ですよ。分かりますか、この映像で。普通に結構な冒険になってしまってるんですけど、まあ、でもこの立派さですよ。これはすごい。入り口があの遥か下に見えます。あそこですよ、あの米粒みたいなこの部分を通ってきたわけです。これはすごいですね。確かにすごい。これ私今どういうところにいるかっていうと、この岩穴の中に収まって撮ってるんですけどね。こういう感じのところにいるんですけど、大体わかります、今のこの状態。痛いです、背中ぶつけた。どうすか、これ立派なもんですね。じゃあこれで多分全部だと思います。その洞窟の中を明るくするシーンはね、これ洞窟探検コース、さっきのやつですけど、あの上のあたりのところまで登れるんですよ。であそこから全体を見下ろしたわけです。まあ、もう一度登っても、あの私3回分の料金を払ったんで、多分あと3回はここタダで登ってもいいと思いますけど、まあそれはあのもうちょっと時間の関係もあるのでしませんが、上からの写真でお楽しみいただけましたでしょうかね。そしてまた本堂に戻ってきました。これズームアップしてみますとね、あそこの明かりのところ、エレベーターと書いてあります。登ってみましょう。長くなりますので、秋吉堂の動画はここまでにさせていただきます。このエレベーターを抜けた先に何があるのかというと、秋吉台緑地公園、秋吉台科学物館、カルスト展望台。実はあの秋吉堂自体はね、あのこのように石灰岩の浸食によってできた洞窟なわけですが、そもそもその石灰岩の地質の一番上の部分、つまり地上に出ているところはどうなっているのかというと、それはもう、かなりそれもまたですね、浸食の影響を受けて、広々としたあの土地になっています。そして、まあ、そこに、石灰岩の白い岩がポスポスポスと浮かぶ大草原、なかなか見応えのある光景です。ですからあのここでとりあえず動画はあの次の動画に分けますが、興味のある方は引き続き、秋吉堂、まあ、これがですね、峰市の、あの2大名所かなと思いますけれど、2つ目の素晴らしい名所、
秋吉台ですから、まあ、これもあの秋吉堂だけ見て秋吉台は見ないで帰るなんていうのはもうこれ愚の骨頂ですんでね、両方とも見て、お楽しみで、まあ、そういうわけです。私はね秋吉台も行ったことあるんですけど、あの3分ぐらいしか滞在したことがないので、今回も楽しみにしています。それでは引き続きお楽しみください。ありがとうございました。この、秋吉堂と秋吉台の観光は、まあ、一体化しておりますので、多分全部を超高速で写真とかも見ずに脇目も振らずに行けば、まあ、多分1時間あれば見て回れると思います。あのさっき の登山道みたいなところとかは行かないでね、もう本当に必要最低限のところだけ行けばそれで済むと思いますが、まあちょっとそれはどうかな。で、私は今回、秋吉堂と秋吉台で合計3時間か、8時40分ぐらいに来てですね、11時50分のバスで帰りますんで3時間いました。まあ、それぐらいだと思っておいた方がいいんじゃないかな。これより長くなるってこともそうそうはないと思いますけど。